父はコリントスの王ポリボス、そして母メロペはドリスに死んで、俺は両親にその国の王子として育てられた。だがある日のこと、思いがけないことが起こり、大したことではなかったんだが、この胸は不安にかき乱された。ある宴会で先におった男が、俺のことを本当は王の子ではないと罵ったのだ。決意のほど、いやもう本当にこうやって1ヶ月お稽古させていただいて、またカホさん、トムさん、皆さん、こういった頼もしい素晴らしいチームに囲まれて、本当に今回すごく自分自身新しいことだらけで、もう本当に毎日充実しているので、それがただ僕が充実するのではなくて、お客様が見に来てよかったなって思っていただいて、そしてお客様の感想の中に橋之助という単語が一番出るように全力で努めたいと思います。いよいよ明日初日なんですけれども、1ヶ月以上稽古をみんなでやって、そのスタッフキャストすごいチームワークができていて、私自身この作品を復帰作と位置づけているので、本当にいい作品と出会えたことの喜びと、この作品をもっともっとこう生かし、自由に大きくしていく、それがもう初日からの目標です。その親子であることは知らずに夫婦となったんですけれども、イオカステの複雑なんですけども、 なぜかこうそのオイリプスと接しているとこう母性が出てしまうところや、でも最後の最後に本当に愛していたんだっていうことを伝えられたらなって私は思ってます。お父様は何か言ってます、この今回の歌ストーリー。そうですね、父は今ちょうど南座の顔見世興行に出演中なので、ちょっと今回の舞台を生で見ることはできないんですけども、本当に見に来られない。はい、そうなんです。母は来れるんですけど、2番目の福之助と父は京都公演ですので見には来れないんですけれども、でもあまり口うるさく言うっていうことよりは、そして皆さんとこうして本当にいい環境でこうやって初めてお芝居させていただいてるんだから、もうお稽古通りに、そしてお客さんが入って楽しく、難しいことは考えないで、まずは楽しくやることが大事で、お稽古通り自由にやりなさいっていうことだけ。電話とかでなくて、うちはファミリーラインがあるんですけど、ファミリーラインで今日はこれから投資ですみたいなのを連絡したときに、そのラインが送られてきましたね。あ、そうです。お母様は？母親は、多分うちは父よりも母の方が結構うるさかったりするので。そうなんですか。本当にお芝居のことっていうよりも、あそこでの表情がちょっとブサイクすぎるとかっていうのを歌舞伎だとよく言われるんですよ。今日これからゲネを見に来てくれるので、多分今日の夜いっぱい LINE が来るところだろうと思っております。2016年の10月から橋之助という名前を襲名させていただきまして、今年の7月で全ての襲名披露興行が終えまして、本当にこれから橋之助として歩んでいく中で、今回こうして初めてストレートプレーをさせていただきますし、2018年の締めくくりとなるオイリプス、そして橋之助としての第一歩目であるこのオイリプスっていうのをすごくが僕の今年のメインイベントだと思っているので、それに命をかけて頑張りたいです。ギリシャ悲劇どころではない激動の1年だったんですけれども、去年今年皆さんご存知だと思いますけれども、人生最悪の時だったんですが、満身創痍で去年の春に、重度のうつ病と診断されて、そこからその1年以上かけてここまで来れた、私はもうここまで来たんだ、でこうやって仕事ができているんだっていう、もうその感謝でいっぱいです、今は。そして同じ病気を経験された方、乳がんもうつ病もそうですけれども、同じ病気を経験された方に対しても、私はこうやって仕事を復帰して生きているということをお見せしたいし、劇場に足を運んでくださった皆さんにも私の演技をぜひ見ていただきたい。今はもうこのオイリプスレックスのことだけに集中して生きてます。だからもう今年の一時言っていいですか、機会でないけど。生きる、はい、一時です。生きる、もう生きてます。本当にこれにかけてます。ぜひ見に来てください。